じゃじゃなんすか。ぐるぐる回って、自分に酔ってんすよ。いや、カラオケだから。ああ、音に酔ってる。今回はですね、今このいろんなスタジアム、広島、今広島が一番新しいですよね。そうだな。まあ、いろんなの設備というか、VIP 席みたいな、なんか例えばバーベキューしながら見れたりとか、まあ、それはもう広島だよな。広島、今また一番すごいと思うんですけど、でも今北海道にもまた日ハムの新しいなんかスタジアム建てるみたいな計画とかも、まあ、計画あったりとかあるじゃないですか。そういうのって言ったことありますか？内装とか見たことあります？いやー、まあ広島はまだ工事をやってる時にここでバーベキューをするんです。ここはソファー席っていうか、はい、こうなんていうの、寝そべりながらみたいなとかは見たけど、まあ画期的だよね。すごく広島は楽しめると思うけど、はい、ただ報道関係に冷たいわ。そうなんですね。食事する道具が鳴ってない。あれね、お客さんばっかり、外ばっかり、外面がいいんだよ、やっぱ日本人って。いや、マジで思うよ。いや、だからそこら辺もね、なんかしっかりさ、やってくれないと、やる。ねえ、甲子園はやっぱもう古いじゃない。まあ、歴史ありますよね。歴史あるから、それだけの趣があるし、はい、報道関係席だとか、報道関係が、食事を取るところとか、まあ、もう仕方ないなと思う。でもまあ料理は美味しいし、はい、まあいいね。まあ、神宮もそうだよね。まああの作りでそのどうのこうのってできないじゃない。まあそうっすね。もうでもあれはヤクルト球団のもんじゃないしさ、球場が、ね、だからもうそれはもう言ってもしょうがないから、うん、あれだけど、だから横浜なんていうのは記者席なんか死の思いだよね。いや、一回さ、俺もう生まれて初めてさ、はい、放送中にお腹痛くなった。おお、やべえとか思って、何段か下がったところに一般のお客さんと一緒に使うトイレがあったんだけど、やっぱそこには行けないわじゃない。もし混んでたり失礼だな、アウトだな。そうっすね。チェンジになってちょっとつないでてくれっつって、一番下まで降りてトイレを使って上がってきたら、もうそれから本当に5分ダメだったの、喋れない。あ、それはもう漏れたわけじゃなくて、漏れない漏れない。しかも間に合ったんですね、それは。間に合って、そこはセーフで。でも横浜スタジアムは、まあ、記者席っていうのは、はい、まあでもそう、まあそれは考えてみればそうだよね、特等席っていうのはファン、お客さんに与えるべきで、はい、まあ、我々はしょうがない。でも そしたらエレベーターつけろよみたいな。ああ、まあ確かに。でも改装してオリンピックに向けてね、今改装してるけど、はい、まあおそらくそうなってくると思う。で、ご飯はまあそこそこ美味しいし、美味しいのは目玉チャーハンというのが、一つの名物だ。いただきました。食べたらね。はい、いただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。まあ東京ドームもいいよね。ご飯も美味しいし、で大阪ドーム、京セラドーム、はい、あれはその野球用に作られてないなっていうのが、ものすごい急なわけ。野球を見るのは、だもう少しなだらかであってほしいし、だからそこら辺の作りのところもあるし、食堂はそんなにうまくない。札幌ドーム、札幌いいんじゃないですか。2002年にワールドカップあったでしょ、日韓の、はあ、あれ用に建てたドームだから、はあ、そんなに野球に適してるかっていうと、無駄にファウルグラウンドが広がったりとか、はあ、いろいろするよね。でもまあ食事はそこそこボリュームがあって、はあ、まあ許せるかな。許せる。やっぱ一番いいのは広島、そういうまあコスパ。いや、だから球場の中は、はい、球場の中っていうか、はい、観客席は絶対いいよ。でも中のあれがダメだ。ああ、その報道関係の観客みたいです。なんだろう、もうちょっと冷たさ。記者席に行くときに、で天井低いから、なんかこういう鉄柱かなんか出てて、そこで頭切ったやつがいるからね、バーンってぶつかって、おなんだとか言って、行くぞみたいな。やっぱもう、やるんだったら徹底してさ、全て、そこら辺やっぱきっちり、誰が来ても満足していただけるような、確かに、なるほどね、そうしなさいよって、そこまでしてほしかったですね。と、俺は思う。ちょっとここからもしかしたら、はい、改善もあるかもしれない。
りない。そうしような。そら天井高くしようって言ったらもう無理かもしれないですけど、そこは無理かもしれないですけど、背の高いやつはこう気をつけていけっていう。